今回はニンニクに関するスレを4件ほど紹介します。まずは1件目、2020年1月のスレです。今から、ニンニク注射自作して注射してみるでー。うんこの健康有用時。方法、1、ニンニクをよく洗う。2、丁寧にすりつぶしペースト状にする。3、注射器に入れ、動脈に全部刺す。これで今日1日元気いっぱいや。本当にやるで。リコーレスマス。さ、本当にやったのか。自分で注射なんかよくできるな。本当にやるで、定期。実際やるとやばいんか？やばいやろ。固形物が血管流れるとか。血管に違いのもの流しちゃいかんでしょ。本当にやるで、の自分に葉っぱかけてる感。なんで注射器持ってるんですかね。なんじゃいも卒業して健康的なアウトドア系の趣味始めたんやろな。だしんどるやんけ。薬を注入しただけでしょ。洗う意味あるのか？そりゃ汚れてたら血管内に入れるの怖いやろ。ニンニク注射ってニンニク入ってないのに、ニンニク 0% やぞ。全部刺すの勢い好き。ニンニク注射ってニンニク匂いだけでニンニク入ってないってマジ？中身は単なるビタミンって聞いたが。ニンニクの匂いがビタミン B なんやろ。日本軍張りの自決やめろ。本当にやった定期。やんけ。これ多診断だよね。検察官、血液からニンニクが検出されました。静脈注射なら助かった可能性がビレゾン。血管詰まる。ニンニク注射の元ネタなんや。ビタミンかなんかじゃなかったか？ニンニクの匂いがするんや。これのおかげでニンニク注射って本当はニンニク入ってないって知ったわ。本当にやるでの止めてほしいかん。長い間体を動かさないだけでもできるくっそちっちゃな血栓。それが心臓なら心筋梗塞、脳なら脳梗塞、肺なら肺塞栓症や。素人が動脈注射なんてできるわけないやろ。注射器持ってるとか麻薬やってそう。全部刺す好き。ニンニク注射の成分はビタミン B1 を中心に疲労回復に効果があると言われている成分です。ビタミン B1 に含まれる、硫化アリルにニンニクに似た匂いがあり、注射した成分が血流に流れて、鼻の粘膜に到達した時にニンニク臭を感じることからニンニク注射と言われるようになりました。さ、ニンニク関係ないやんけ。やっぱ無知って罪だわ。まあ、よしみのせいだわな。ニンニク注射が有名になったのってこいつのせいやろ？よしみとは、2020年に引退した元プロ野球選手のよしみ和樹氏です。2009年に、試合前に打った、ニンニク注射がドーピング違反の疑いをかけられていました。そもそもニンニクのすりおろしが注射器通るんか。まずニンニクのペースト通るような注射針で動脈刺したら止血大変やろ。圧もすごいし押せないんじゃないかな。ニンニクの汁しか注射できんやろ。まあ普通に注射針に詰まるわな。なんや隣の部屋からニンニク匂いもするなぁ、ひえ。たとえキスだけにしても血と混じったら固まりそう。全盛期のビッパーかな。本当にやるで、の覚悟感好き。やったわけないわ。そもそも一般人が動脈注射なんてできんやろ。実際どうなるんや？救急車呼べば助かる？ニンニクってシャブかなんかの隠語やろ。どうせカッコ適当。ペーストは外耳やけどニンニクの水分を浸透圧合わせて点滴したらどうなるんやろか。ちょっとだし、丁寧にすりつぶしたからセーフ定期。こんな嘘松が昔は持ち上げられてたんやな。ニンニクの先っぽをそのまま刺すやつ好き。あの世で元気いっぱいなのでセーフ。リアルにニンニク血液に注入したらどうなるの？今日一日元気いっぱいや。ベロ吐いて倒れる。健康有用時やのにニンニク注射いらんやろ。続いて2件目、2021年10月のスレです。ニンニクって気が狂うほどうまいよな。焼肉のタレにすりおろしニンニクぶち込んで肉つけたらもうね。あれニンニク。たまんない。ガーリック状にするとうまいで。ニンニクチップ、ニンニクチップ、ニンニク入れますか？シソン息子。そんな一致におすすめ。ニンニク醤油。醤油にニンニクをつけておくだけだが、中身のニンニクをスライスして炒め物やパスタにしてよし。つけてた醤油を調味料として使ってよし。唾液ドバドバやで。ナポリタンに入れてみたら意外とマッチしてうまかったこれ。醤油もニンニク風味で最強。シチューに入れると匂い薄まって芋みたいでうまい。シチューにニンニクか。気になる。気が狂うほどうまいと感じたら、その時すでにもう気は狂ってるんよ。気が狂ってなきゃあんなにニンニク入れないわな。ライブ感。カツオの叩き。スライスニンニク必須。絶対うまい。お腹空いてきたわ。ニンニクラーメン食べたい。ニンニク皿にぶち込んで食えてよな。しかりしかり。腹減ったマジで。でも深夜やー。ニンニク味噌最高やで。わや青森県民は御用達や。タゴニンニクはよだせや。あれめちゃくちゃうまい。高いけど頑張って買ってどうぞ。ホクホク。これほんますこ。単純に刻みニンニクと目玉焼きが美味しい。ニンニク入れますか？豚汁の仕上げにすりおろしたニンニク入れるのとかもシンプルにいいよな。食べすぎると腸内菌多肥飯してヤバくなるからほどほどにな。体調悪い日に食ったら案の定家で地獄を見たぜ。国内のはまろやかすぎ、中国産のが尖っててパンチ力がある。最近チューブじゃなくてちゃんとしたニンニク使うようになったわ。生姜もチューブはゴミやから生を使おう。すごい。ニンニクは茹でるのが至高。塩もあればなおよし。スタドンスコ。ラーメン屋カウンターに薄切り揚げニンニクある。100% たっぷり入れてやんよ。同僚と奈良の最下ラーメンかっこニンニクたっぷり激うま食べに行った。翌日上司にお前ら臭いぞって言われたな。翌日まで残るか？普通。大衆に出るわ。
風呂入っても翌日まで出る。翌日も臭いぞ。ペペロンチーノに気が狂うほど入れるのしこ。次は3件目、2020年8月のスレです。ニンニク、最強の野菜だった、朗報。ビタミン、何この酢。ミントがない。若いアンナンのピラミッドや、体にいいじゃんや。デザイナーフード計画やっけ？ワイは毎日ニンニク10個食うようにしてるわ。食いすぎると腹の乳酸菌かなんかたしぬんやなかったか？それなら加熱したらええやろ。今調べたわ。アメリカの国立がん研究所が、がんを予防する可能性のある食品をリスト化したものを、デザイナーフーズプログラムと呼んでいます。その一覧図のピラミッドの頂点にあるのがニンニクなのです。ってことや。すれ立ててから調べるのやめろ。んなことも知らないで画像貼ってどうやってたのか。アホかよお前。草。ニンニクって野菜やったんか。土からできるのは全て野菜や。もうニンニク以外いらないね。何のヒエラルキーやねん。上位に行くほど好きな野菜や。ニンニクすげえ。ニンニクは食えば食うほど体にいいからな。金に余裕があるなら1日50個くらい食った方がいい。胃がんにならんか。1ヶ月毎日50個食い続ければがん出た日抜ことはまずなくなるで。なお熱を入れると別タイプに変身する模様。ブロッコリー最強って聞いたけどそんなことないんか。まさにもう少しで植え時やから HC で種玉高得とええで。がん予防のやつか。新生姜の酢漬けとキャベツの千切りとニンニクドカ食いしてるからきっとがんにはならないで。ニンニクの中でもランクあるからな。餃子ニンニクが最強やで。ニンニクの食い方ってペペロンチーノ以外にある？トマト缶に混ぜて塩入れて熱するだけで形になる神食材や。そのままかじってみ。ペペロンチーノなんてもうめんどくさくなるで。辛すぎ。ラーメン。カップラーメンとか冷凍チャーハンに入れてもうまい。黒ニンニク作ったらええで。この時期はキムチがいいね。キムチにはニンニク入ってるし夏バテ対策と腸内環境を整えるから便秘解消にもなる。すべての料理に合う。まさかの味噌汁に入れてもうまい。すりおろしやととんがっててきついから最近はみじん切りが主流や。古代エジプトでは労働の報酬にニンニクが与えられてたぐらいだからな。中国産でもええか？ごま油です揚げ大正義すぎる。よだれが出る。見ただけでうまいってわかる。最強やから生で5個ぐらい食うとええぞ。ニンニク食うと血の匂いが2日くらいニンニクになるよな。これあるからせいぜい揚げ肉の下味に使うくらいにとどめてるわ。可能性かっこ効果ありとは断言しない。ニンニク揚げ食べたくなってきた。カレー作るとき丸ごと一房すりおろして入れてるわ。キュウリが最強だよ。もうこれ野菜界のキングだろ。黒ニンニクマジで最強やわ。臭くないし疲労回復効果がすごい。ローズマリーが濃すぎて臭。なんでにおってまうねん品種改良で殺せ。にって名前に書いてあるのに野菜なのやばないか。そら語源が栄養価が肉と認められた野菜でニンニクから来てるし。勉強になったわありがとうな。すまん適当に思いついたこと言っただけやから真相はわからん。ええな。畑で採れたニンニク毎日食べてるんご。ニンニク高すぎるわ。安い中国産は買いたくないし。上に行くほど臭いんやろ。言うほど野菜か。傷さえつけんかったら匂わんのでは。丸ごと飲み込め。それじゃあんま吸収されんやろ。やっぱガーリック状にしていただきたいね。定石に穴あきそう。もしかしてニンニク卵黄みたいな昔流行ったサプリが最強なのでは。サプリやなくて普通に食べたい。腹壊すぞ。シコシコだけど匂いがね。牛丼トリプルニンニクミックスシコ。焼いたらいくら食べても大丈夫なん。生50個、加熱60個までなら全く問題ない。1週間くらいで理想。ワイも、テレビに出てるニンニク農家の人が毎日3房食べてるって言ってたわ。腸型ヒヌは、あんなん殺菌作用強すぎて。わかる。ニンニク食ったらヨーグルトを取るようにしてる。匂いがね。生じゃなくても胃に穴が開くんやないか。なるほどなキムチや二郎ラーメンが受けるわけだ。メロン雑魚。大麻やけどこれ好き。大腸菌、グエータ診断を。うまい強い無敵マンやろ。一気に食ったらやばい。うがい、手洗い。ニンニク卵黄。すりおろした時の破壊力。冷蔵庫のニンニクから芽が出始めたんやけどまだ食える？芽がうまいやん。土の中でえげつない栄養ぎっちり溜めてるから虫や菌に食われる。矢印。食われないように殺菌効果と刺激を身につける。矢印。人間、この球根めっちゃうまいやん。匂いも食欲そそるし栄養満点やんけ。食いまくるでー。人間、うまいから増殖させるでー。ニンニク、にっこり。何がなの？ニンニク育ててみたいけどどうなん？食べすぎると大腸菌が全滅して他人のうんこをケツから入れて大腸菌復活させるんだよな。生姜が最強やろ。料理に入れるだけで一気にうまくなる。ニンニク卵黄も良さそうやな。ばあちゃんの口癖やからな。これくらい食うと力でまくる。3枚目みたいに熱通してあれば臭くないんだよな。出るのゲリビンやろ。ニンニク食べまくると次の日の朝立ちがえぐいことなるわ。2年前に買ったニンニクのガーリック状にしたやつ未だにちびちび使ってるわ。袋麺作るときに少し入れると全然違う。それで200円くらいあったしほんまええ買い物。チューブニンニクあらゆるものに入れまくってるわ。ニンニクってあの匂いだけで騙してる詐欺食材でしょ。バカがいかにも力がつきそうな味と臭みに騙されてるだけ。なかなか取りづらいビタミン B 群が詰まった栄養の塊やぞ。ニンニク苦手なんやがどうすればいいんや。ニンみたいのは無理して食べなくていいよ。別に無理して食わんでええやん。ニンニク卵黄でも飲んでろ。辛いの平気ならキムチでいい。
このスレッサ、収穫えばええやん。カツオのたたきにニンニクついてないのおかしい。人と会う予定がない時にしか食えないの欠陥すぎるだろ。トリプルニンニクミックス牛丼食べるで。つまりニンニクと生姜のみじん切りをぶちまけたキャベツ炒め食っとればワイは最強になれるんか。生ニンニクだけは無理だわ。アリシンが強力すぎる。キャベツって栄養なさそうに見えてあるんやな。レタスの方が栄養あると思ってたわ。少し前までキャベツ半玉に豚バラ乗せて蒸しただけのもん毎日食っとったけど病気知らずで会食改便やったわ。おすすめやで。ニンニクって野菜のイメージないわ。ニンニクたっぷり入れた家系ラーメン。二郎ニンニクマシ。これ月25回くらい食う生活3年したら太鼓割れたしニンニクはそんなに万能じゃない。お前が食いすぎなだけな、外事。あの世でニンニクにわびな。くさ、あの世にニンニク生えてるやろか。わびながら食うわ。あの世でも脂っこい料理作ってニンニク入れてそう。二郎食ってる豚って脳みそも豚並みなんだな。3年で500食以上それ食える味覚や体力や価値観がすごい。俺ほどニンニク買ってるやついる？福地ホワイト知らないで国産否定したりするのマジやめとけ。ガチ勢かっこいい。名前欄に塞がられてるやん。アークセイ。風邪気味の時に生ニンニク食いまくると治るよ。副作用で下痢になるけど一晩で風邪が吹き飛ぶ。ラーメンにアホほど入れるわ。ニンニクは少し食いすぎただけで腹壊すほど強い野菜だから気をつけるんやで。中国産ニンニクを宮増さんと偽装、県が改善指示。県によりますと、男性は、熊本の業者から箱買いした中国産ニンニクを小分けし、道の駅宮増で宮増さんと偽って販売していました。道の駅の担当者が、他の出荷者から、この男性のニンニクの出来がいいので、作り方を教えてほしいと問い合わせを受け、確認したところ、偽装していることを明らかにしたということです。出来がいいんかい。身内からの密告の方便やろな。ネット押してくれよ。生やとゲリアライツーで余計に消耗するで。って夏バテのプロ野球選手に山岡さんが教えてたわ。ガーリックチップうまいよな。アボカドってランク外なん？そんなわけなくね。あれは果物や。あれって気になってるんか。初めて知ったわ3月。何がいいんやろ、血流にいいやつが出るんか。ニンニクが殺せる細菌一覧。大腸菌。サルモネラ菌。ピロリ菌。セキリ菌。O157。炭素菌。クラミジア。梅毒。HIV。これもうコロナも殺せるだろ。HIV とか絶対無理でくさ。科学的根拠はないけどコロナも殺すと思うわ。ためになるねえ。風邪の時の生ニンニクはマジで試してみてくれ。友達に勧めても誰も試してくれない。生ニンニクってマジで煮たり焼いたりせずにそのまま食べるん？せやで。十分に本分ぐらい食ってくれ。飯に乗せてもええで。おすすめは家系ラーメンや。生で丸ごと食うとたひぬで。最強って何や。武器にするならカボチャあたりが強いやろ。家系ラーメン週一で食べてるんやがだから健康なのかわいわ。じゃがいも野菜と言い張るメリケンより割にかなってる。ニンニクマジ最強やで。次の日何もない日は食うべき。食いすぎると口臭だけやなくて体中から悪臭発するようになるんやで。ニンニク強いな。何事も適量が大事や。でもニンニクとか生姜とかその他栄養の塊みてえなもんある程度意識して食ってると風邪ひいたりしにくくなると思うわ。20くらいから生姜大好きになって食いまくってるがほんまに3年に1回も風邪ひかん。そら筋肉マンも好きやからね。ほんまにそんな健康にいいなら世界中でチューブニンニク吸っとるわ。ニンニク食ったら次の日のうんこ鬼のように臭い。匂いという欠点を与えた神。キュウリさん戦力外通告で草。この酢ってカレー屋によくあるよな。これ入れるだけで何でもうまくなるから最強やわほんま。食いすぎてニンニク臭い言われたから控えるようにしたわ。インド人は黒すぎて元気なのはそれか。メルカリで国産ニンニク安く買えるからおすすめやぞ。農協通したクソ高価格で買うことないぞ。メルカリでニンニク買うのは草。近所に二郎系のラーメン屋あってさらにそばに銭湯あるんやが夜行くと明らかに二郎決めてきたような匂い発してるやついるわ。二郎級のニンニク量はほんまに食って時間おかずともニンニクフレーバー出てるわ。ニンニクと聞いて思い出すのはチンフェ。一時期ニンニクにハマって翌日引きこもる予定やったらとんでもない量のニンニク食べてみたらお腹痛すぎて多肥にそうになったからみんな気をつけるんやで。最後に4件目、20年1月のスレです。ニンニクって気が狂うほどうまいよな。ニンニクとかいう神が与えし最高の食材。うますぎる、悪魔の食材だぞ。美味しいけど全部同じ味になる。なお翌日、中国人と青森県民と若干のスペイン人が与えし食材やぞ。ほんま美味しい。アヒージョとペペロンチーノ食いたいんを。ニンニク入れないと唐揚げ美味しくない。世界の名だたる料理のほとんどにニンニク入ってるから、美味しいイコールニンニクやと思っとる。塩が最強になるのか。塩コショウがなかったら今頃世界の全ての食い物がアホみたいに甘くなってたんやで。砂糖漬けしか保存方法なかってんから。桃屋の刻みニンニクとかいう万能薬。おっさんになったんか少量で胸焼けするようになってもうたわ。悲しい。むしろおっさんになって疲れからか前よりニンニク欲するようになったわ。匂い？知らん。わかる。
昔は焼肉でニンニク入れてガツガツ食えていたのに、ニンニク入れると体調不良になるようになった。ニンニクじゃなくて肉でも垂れてるだけやろ。善玉菌も悪玉菌も食らう最強の野菜。ニンニク使ってる料理において美味しいという言葉は、調理したものにではなくニンニクに対する賛美。深夜にめっちゃ食べたくなる。生ニンニク潰すラーメン屋うまかった。名前なんやったっけな。一風堂やろ。うまく潰れなくてイライラする。潰すの知らなくて丸かじりしたらポンポン痛くなったわ。くさ。すりおろしてもよし、焼いてもよし、注射してもよし、茹でてもよし、最強なんだよな。丸揚げ入ってないとか。わい、ニンニクをドバーでラーメンライスを食うも生姜で口臭もすっきり。生姜で匂い消し格好をうそほんと好き。真夏のくっそ暑い日に、焼肉屋でニンニク使ったタレに漬け込んだ肉をガツガツと食い、生ニンニクおろしをドバドバと漬けダレに溶かし、そして焼きニンニクを丸一個平らげる。次の日の大衆が獣臭って興奮するわ。ガーリックステーキうまいごー。カツオのたたきにニンニクスライスとおろし生姜をたっぷり乗せて食べるのほんとふこ。なお翌日トイレが友達になる模様。ニンニクって美味しいのに体にいいっていう最強の食材やな。食べ過ぎて害があるとすれば友達が減るぐらい。ニンニク麻痺すると胸焼けすごいんやが、本当に健康にいいのか。生は食いすぎあかんで。言うほど体に良くもない悪くもないが、スパゲティもペペロンチーノが一番うまいわ。ほんまこれ。時点はアラビアータ。しかも安い。ニンニク、癌細胞殺しておいたぞ。ニンニクとラーメンのマッチ感よ。がっつり入れてまう。青森以外はニンニク作ってないんか。全く見かけないんやが。家飯でも毎日食ってる。普通のカップラーメンでもニンニクドババでグーマイ。わかる。ワイこんな幸せでいいのかとまで思う。スライスしたニンニクと刻んだ唐辛子をオリーブオイルで炒めて、塩コショウで味整えてから丼にご飯持って刻みネギ敷いてニンニク唐辛子オリーブオイル液かけるとうまい。うまそう。ペペロンチーノ丼やな。安いけどうまそう。食った後のヘ好き。わかる。ニンニク臭をならとニンニクうんこほんと臭くて好き。背が尋常でなく有価推測そうなる。しかもその場に残留するからエレベーターとかでこき逃げするのに最適や。ニンニクの匂いは血液からも匂うからブレスケは意味なし。そもそも食道は逆歯弁や辛いの匂いが口臭として出てくることはあまりない。さ、ニンニクの生命力すごすぎやろマジリスペクト。じゃあどうすればいいん？汗かきまくるしかない。青森の大ぶりなニンニク買う矢印ホイルで丸ごと焼く矢印醤油かけて食う。ビール10杯はこれでいける。ニンニク大量にあるんやがなんか食い方教えてくれメンス。まずはいくつか醤油につけとこつ。ラップに包んでレンチンでホクホクのニンニクバリうまやで。皮ごと素揚げして味塩振ってみ。ホクホクでくっそうまいで火を通してるから匂いもそこそこやし。スライスしてオリーブオイルで揚げたらガーリックオイルとガーリックチップの完成や。一個丸ごとホイル&油ドバーでグリルで焼いてビール飲む。素揚げして味噌つけて食うのが一番うまい。ビールに一番合うで。アルミホイル二重にして、ニンニク、ごま油かっこオリーブオイル、塩、入れて包んでトースターで15分。最高のおつまみやね。チューブのニンニク熱さずに食うと気分悪くなるから嫌い。ほんと無能だよ、チューブ。チューブはニンニクに似た何か使ってるわ。普通にすりおろしたものと味が違いすぎる。中国産と国内産が同じものと思えないほど味に差があるのはなんで？そんなに差があるんか？中国のしか食べたことないんを。中国産のって匂いも味もかなり薄い気がする。一番違うのは甘みかな。中国産は嫌な感じの辛みしかない上に口臭が異常に残る。ニンニクに含まれるアリシンは神。強烈な殺菌力で O157 とかも殺すし、疲労回復&抗ストレス、抗がん効果まである。アリナミンとかの薬にもなってるしね。最高やんけ。いっぱい食べて大丈夫なんか？やりすぎるとお腹ゴロゴロになるで。春になったらニンニクの芽やな。甘いしニンニク臭いし美味しい。最強やな。葉っぱも食べたいんを。四川風麻婆豆腐はネギじゃなくて、葉ニンニクなんやで。ニンニクと生姜をがっつり効かせた鍋がうますぎるんをね。アヒージョホンスコ、ジャガイモ、エリンギ、イカ、エビ、カキ、バケット、その他もろもろくっそ合う。以上です。ニンニク料理、本当に美味しいですよね。皆さんのご感想をお待ちしています。